カスタマーサービス、または顧客サービスとは、購入前、購入中、購入後に顧客にサービスを提供することである。近い意味で用いられる、アフターサービスという和製語が存在するが、カスタマーサービスはより講義の意味を持つ。カスタマーサービスへの取り組み姿勢は、製品の革新や価格設定などと同様、企業にとっては重要であり、取り組み度合いは、 企業が設定する優先度によって異なる。この意味で優れた顧客サービスを重視する組織は平均的な組織よりも従業員のトレーニングに多くの費用を支出したり顧客からのフィードバックを積極的に取り入れる傾向がある。全体的な販売プロセスエンジニアリングの取り組みの観点からカスタマーサービスは組織の売上や収益に重要な役割を果たす。優れた カスタマーサービスの体験により、顧客が組織に対して抱く認識を変える、可能性がある。詳細は、カスタマーサポートを参照カスタマーサポートは、顧客が製品を費用効果が高く正しく使用できる、要支援する、カスタマーサービスの一種である。製品の計画、インストール、トレーニング、トラブルシューティング、メンテナンス、アップグレード、および廃棄の支援などを行う。 これらのサービスは顧客の組織内で社内カスタマーサポートとして顧客が製品やサービスを使用する場所で行われることもある。携帯電話、テレビ、コンピューター、ソフトウェア製品、その他の電子的、または機械的製品などのテクノロジー製品のカスタマーサポートはテクニカルサポートと呼ばれる。Web ページで自動式カスタマーサービスを提供するアバター付きの 自動オンラインアシスタント。カスタマーサービスは、営業やサービス担当者などの人、または、キオスク、インターネットサイト、アプリなどの自動式で提供される。自動式の利点は、24時間サービスを提供できるため、人によるカスタマーサービス提供を保管できることだ。自動式のカスタマーサービスとして、人工知能搭載のものが人気を集めている。 AI を使うメリットは音声テクノロジー等でリアルタイムにチャットをしながらセルフサービスをできることだ。またプッシュ本電話を使った IVR も一般的である。インターネット時代にはオンラインコマースで効率を高めながら個人的な体験を維持、強化することが課題となる。オンラインの顧客はサービス提供者側からは見えにくく簡単に心変わりもするため、 オンライン上で個人的な人間同士のつながりの感覚を作り出すことがさらに重要となる。人工知能を使ったカスタマーサービスの例は、ウェブサイト上のアバターを使った自動化式オンラインアシスタントであり、企業はこれを使用することで運用、トレーニングのコストを削減できる。これらは裏で自然言語処理を駆使したチャットボットが動いている。フィードバックを収集する2つの 主な方法は顧客調査とネットプロモータースコア測定でありサービス提供者と消費者の間に存在するロイヤルティを計算する企業が使うカスタマーサービスの指標はツールによって異なる最もよく使われる指標は次の通り多くの組織は消費者が体験後すぐにフィードバックを送信できるフィードバックループを実装している例えば英国のナショナルエクスプレスは 乗客がバスに乗っている間にテキストメッセージを送信できるようにしている。これにより企業は顧客が悪い体験をする前にカスタマーサービスを改善できるため顧客が次回戻ってくる可能性がはるかに高くなるという点で有用であるとされている。テクノロジーの進化により企業は顧客からフィードバックをますます得やすくなっている。 コミュニティのブログやフォーラムを通して、顧客は、企業や組織に対する良い点、悪い点の両方を詳細に知ることができる。カスタマーサービスに関する標準として、ISO とインターナショナルカスタマーサービスインスティチュートは、次のものを公開している。また、IT サービス管理標準、ISO、i e c 2万、0 2 0 0 5にも定義があり、仕様と実践についての指針が示されている。 ありがとうございます。